ロンロン和装チャンネルへようこそ。装置配人のロンロンです。はい、今日はね、ちょっと先週、前回ですか、先週じゃない、前回の続きで、栗きんとんの味比べですね、食べ比べをできるっていうケースがあるって話でね、前回はささゆりっていうのをやりましたけども、今回は風流っていう箱の方ですね。要は、中津川にある14店舗を2つに分けて7個7個プラスお茶が1個っていう感じでね、作られてるものがありますんで、それを買って食べてるよっていう話で、そこの味わい方、1個ずつこうお店によってね味わいが違いますんで、その味わいを軽く説明したいと思います。ただこの説明が 100% ではありませんので、私の味わった感触になりますんで、はい、その辺ちょっと違う可能性がありますんで、お許しください。では、風流の方行かせていただきます。えな福堂、えな福堂、えな福堂かな、うん、しっとり具合のバランスが非常に良かったです。こうなんていうのかな、私の中では典型的な、もうあ、これが栗きんとんだよねっていうような感じの、パサついてもいない、しっとりすぎてベタついてもいない、ちょうどいいしっとり加減の、栗きんとんでした。この辺がまあ中心になるのかなとちょっと思って、食べてましたね。はい、次に梅屋さん、ここはね、甘みが少なくてね、自然な味で、栗がね、栗の味がすごく出てて、で、さっぱりとしっとりの中間ぐらいなんで、そんなに、だから栗栗で栗ばっかり固めてパサパサのもんかっていうか、そうじゃないんですね。やっぱちょっと滑らかさがあって、ただ栗の味が前面にすごく出される感じ、甘みが出るよりも栗の味っていう感じで甘みが出てきますんで、あの栗好きの方にはこれいいかなと。次ですね、たまる屋さん、はい、ここはね、さっぱりしてて栗ゴロゴロでした。もう本当に栗栗栗っていう感じの、なんで食べてて、あの栗の食感、味わいっていうのは口の中で一番する、香り云々よりもまず食感が来るっていう感じのものでしたね。はい、正月さん、松月堂か、松月堂さん、ここはね、さっぱりとはしてるんですけども、今度は口当たりは滑らか、要はゴロゴロはしてないって感じで、まあ、前回もちらっとありましたけども、少しふわっていう感じの食感になってきますね。はい、美味しいですよ。はい、で、七福さん、七福さんかな、うん、ちょっと読み方わかんない、ごめんなさい。栗がねゴロゴロとした感じでさっぱりしてると、っていうことはもう本当に栗栗栗ってさっきもちらっと出てきましたけど、栗がメインの味で、栗の食感だったり栗の香りっていうのをまず最初に感じれるものかなと思います。こういうのはね、案外あのバサッと食べてもね、しっかりあ栗食ったって思えるんでね、いいかなと。はい、じゃあ、柿の木さん、ここはね、しっとりめで甘みがちょっと少なめで、あんまり甘くしてなくって、だからしっとりはしてるんですけどさっぱりしてる感じで食べやすいというような感じになりますね。やっぱりね、甘すぎるとね、ちょっとなんかちょっとうんって思っちゃうんで、そんなに甘くない方が私は食べやすいのかな、まあ、栗きんとんっぽくていいのかなっていう感じがしますね。栗きんとんはやっぱ栗の味がしてほしいので。はい、最後は川上屋さん、ここはね、まあ、さっきまで散々言いましたけども、ちょっと甘めな感じです。ちょっと甘めでちょっとしっとり、はい、なので、まあ、あの14店舗ぐらいの中で、しっとり系の3番目ぐらいに入るような感じの味ですね。でちょっと甘めな感じで味付いてますんで、渋いお茶と合うんじゃないかな、私は思っております。はい、どうでしょうかね。
こうやってね、前回今回とですね、全部で14店舗私味わってきたわけです。まあ本当にね、実際エマに行って14店舗味わうとか、それが一番いいと思うんですけども、まあ時間もないですしね、なかなかね、まあ1日あればいけるのかな、14店舗ぐらいは。14個か、まあ、7個ぐらいですかね、1日ね、そのぐらいが美味しいっていう感じですよね。14個あるともうなんか美味しいじゃなくて、ちゃんと本当に味の食べ比べになっちゃいますんで。ちなみにこれ私1日にね、2個ずつ食べてます。はい、1個だとちょっと寂しいなと思ったんで、2個を半分にして、まあ母と2人で分けながら食べてましたんで、結局は1日1個分ぐらいしか口の中には入ってないというふうになってきますけども、まあ、そこの中でいろんな味わいありましたんでね、またこの辺はね、また個人差があるかなとは思いますんでね、興味あればね、面白いなと思えば、にぎやか感でしたっけね、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、違いますね、にぎわい特産館ですね、にぎわい特産館オンラインショップっていうところで調べていただけると出てきます。はい、もしそれでも全国だったら中津川だとか、栗きんとんって言って入れていただければ確実に出てきますので、これで一回調べてね、もしお暇が入れば。またなんかね、明日かなから、高島屋だったっけなんかでやるような、高島屋だったか名鉄だったかちょっと忘れちゃいましたけども、松坂屋だったか、この栗きんとんの味比べを、味巡りか、栗きんとん巡りか、栗きんとん巡りっていうのを売り出すというふうに書いてありましたんで、そうすると送料なしで買えますんでね、いいかなと思いますんで、また皆さんもお試しください。はい、今日のところはこんなところで終わりたいと思います。面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういうのでもいいですしね、まあ当然、これからちょっと寒くなってきたら、お着物もそろそろ着ていこうかなと思いますんでね。そんなんでね、またコメントいただければと思いますんで、よろしくお願いします。またね。バイバイ。